はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。21日間の滝行の15日目が終わりました。残り3分の1切りました。絶好調です。気分がいいですね。で、滝に打たれてる時に、ふっと思い出したんですけども、今日のテーマです。今日は、世界一簡単に奇跡を起こす方法っていうね、話をしたいと思います。その方法は、こちらです。じゃじゃーんと。おじゅずです。ちょっと変わった形に思う人もいるかもしれませんが、このソロバン型のお数珠はですね、天台宗のお数珠なんです。まあそれ以外の真言宗とか禅宗は丸いのが多いですよね。で、形がですね、まあいろいろあるんですけども、僕らこんな感じになっています。で、大きいのが必ずあるんですね。で、一個一個数えていくとちっちゃいのが出てくるんですね。こうやってね、ちっちゃいのが。で、これ、1、2、3、4、5、6、7、7つ数えたらちっちゃいの出てきまして、次に21数えたらちっちゃいの出てくるわけです。で、これをここまで数えたら54個です。で、一周したら108個なんです。その際、大きいやつと小さいやつをカウントしないということですね。数珠っていうのは数の玉っていうふうに書く通り、数を数えるための仏教の道具なんですね。例えば滝に打たれてる時に文殊菩薩真言を108回数えたいって言ったら、オンガラハシャノ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 ってね、今7回唱えましたけども、で、7回唱えたので、この小さいのが出てくるわけですよ。で、あとね、滝じゃなくても、まあ、たくさん数えたときはですね、これでお数珠でずっと数えるっていう形になりますね。でね、世界一奇跡が起こりやすい方法って何かって言ったら、僕が15、6年前にしきりにやってた方法なんですけども、それは、ありがとうございますという言葉を108回言うんです。もう一回言います。ありがとうございますという言葉を108回言うんです。スピリチュアルに出会って、僕が最も初期に、これはめちゃくちゃ効果的だなと思ったのが、ついてるだったんですね。斉藤ひとりさんの本を初めて見まして、ついてるって言ったら、運が良くなるって書いたわけですよ。ガーンと来て、よし、俺はこれからついてるって言いまくろうって思って、言いまくってたら運がどん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 良くなったって話はですね、この動画だったり本だったりでやってるところなんですけども、同じようにありがとうございますということもかなり強力ですよね。あとは、真言もそうですし、ほう、ポロポロもいいですし、プラスになるような、自分を力づけるような言葉っていうのはですね、ずっと言い続けてると、自分の体、波動が、潜在意識が、そういう風になるんです。で、僕はね、独立した時に、もうどうやって生きていこうかって思ったんです。で、その時にもうひたすらひたすらありがとうございますと言いまくってたわけですよ。1万回とか言ってたんですよね。でも今はね、さすがにそういう時間ありません。なので、108回というのはね、これめちゃくちゃいいんですよ。煩悩の数って言われる通りですけども、108回唱えると、煩悩の数がパーンとなくなってですね、すっきりリセットするんです。ほう、ポロポロもいいですし、いろんなマントラね、浄化のマントラもいいんですけども、まあ、手っ取り早くはありがとうございますが、一番ニュートラルだし、効果的かなと思っています。というわけで、今日は皆さんと一緒に奇跡を起こしたいので、今から108回ありがとうございますを唱えたいと思います。聞いてください。聞いた後、奇跡が起こります。めっちゃいいこと起こります。実はもうすでに僕いいこと起こりまくっててですね。もうね、楽しくて仕方がないんですよ。これをシェアしたいと思いますんで、行きます！ありがとうございます。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 
ありがとうございます。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 ということですね。別にね、お術じゃなくっても、100均に売ってるカウンターでも全然いいですんで、108回ありがとうございます。唱えてみてください。そしたら、めっちゃいいことが起こります。すんげえ簡単なんですよ。本当。もうありがとうございますって言うだけで、もうありがとうございます。口になるんですよね。で、何が起こってもうありがとうございますというですね。まあ、いわゆる反射神経ならぬ感謝神経が身につきまして、例えばね、車バシって擦ったじゃないですか。ね、なんか言ったらその、車が修復されるなら修復する努力すらいいんだけどさ、もうどうしようもなかったらさ、ありがとうございますって言ったらね、その後もっと嫌なことがね、続かないんですよ。ね。だけども、車さっと擦ったら、うわ、なんかついてねえなーったらさ、またそのついてねえなーっていう波動がですね、さらなるついてないことを引き寄せてしまうんですよ。で、そこでバーンとリセットするために、ありがとうございますって言うと、次にまた、いいことが起こりまくるわけです。で、ありがとうございますずーっとずーっとずーっと言い続けていると、もう、自分の人生は、ありがとうございますという現実でね、埋め尽くされてしまうんです。超ハッピープリハツなね、毎日が、延々と続くってわけです。だから僕はなぜこんなに運がいいのか、なぜこんなにいいことばっかり起こるのか、そして僕の周りもそうですし、まあこれを見ている方でもですね、私って俺ってめっちゃ運いいよねと思ってる人は密かにやってるんです。それがありがとうございます。言いまくりです。もう簡単な話です。まあ今日はね、もう基本の基本の基本に戻る話ですんで、ぜひ、あ、そうだ、俺はこれ忘れていたと、確かにそういう話いっぱい聞いてるんだけども、やってねえよなとね、知るだけとかさ、読むだけとかね、YouTube 見るだけでもいいんだけども、やっぱりね、やってなんぼっすからね。まあここで、ありがとうございます。108回ね、今何分1分も2分もそれぐらいでしょ？もう簡単にすぐできるわけですよ。別にもう一回言うけども、数字じゃなくてもいいんです。もう数えるだけでもいいんです。小の字書くでもいいんですね。で、108回ぴったりじゃないといけないですかってね。まあぴったりの方がいいんだけどもさ、わかんないからね。今も俺も唱えてみて、本当に108回になったかどうかわかんないよね。でも、唱えたっていうことは残ってますんで、それが107回なのか109回なのかありませんけども、俺の中では108回唱えたことになってますんで、そんな厳密にさ、どうしようどうしよう、108回じゃなかった、107回しかなかったとか、あんまりね、気にしなくていいですよ。気にする必要ないですよ、そんなね。言わないんですよ。言うたもん勝ちってことですね。ぜひ実践して、いいことをたくさん読み込んでいきましょう。人生はシンプル簡単です。今すぐハッピー、奇跡を起こす方法をご紹介させてもらいました。よかったらいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。